はい、皆さんどうも、参議院議員の浜田聡でございます。趣味でやっております、ドラクエウォークのサブチャンネル動画、今回もやっていこうと思います。今回はですね、はい、ガチャ10連だけやっていこうと思います。今あるガチャですね、この、危ない水着21装備ですね。このガチャ、非常に回復武器として、回復武器で都市というよりはね、まあ、回復武器プラス攻撃補助みたいなね、そんなところでですね、非常に優れた武器であります。ということで、マイレージを今回使って、引いていこうと思います。マイレージのね、ポイントが1万3000ほどあるので、これで10連分だけ、今回ですね、チケット変えてですね、ガチャ10連の方をやっていこうと思います。まあ10連なので、なかなかね、ピックアップ武器、ピンポイントで当てるというのは、まあ難しい。このね、ダンシングロッド、非常に優れた武器なんですけど、まあ10連で当てるのは難しいのは、重々ね、承知しておりますが、まあとりあえずね、まあ、せっかく溜まったマイルですので、まあ基本的にはこのね、このね、優れたと言いますか、まあ、非常に貴重な武器でございますので、まあ、この機会に、どんどん、マイレージはね、このガチャに積極的につぎ込んでいこうかなと思っております。はい。というわけで、早速行きます。はい。はい。というわけで、最初の演出は悪くはないかな。まあ、最悪ではないけど、そうですね。はい。虹色1個出ました。スラミチのね、カットインが出なかったので、まあちょっとね、ピックアップ確定というわけではないんですが、はい、ここですね。はい。プラチナトレイでございます。はい。というわけで、まあ残念ながらね、今回はピックアップの、ですね、装備。まあ特にピックアップ武器は、まあ当たりませんでしたということで、まあ残念な結果にはなりましたけれど、まあとりあえずね、まあ、このガチャについては8月の19日まで、まあ、ありますので、まあ、それまでに、マイレージで、まあ、何度もね、チャンスあるとは思いますので、こちらのね、ダンシングロッド、積極的に狙っていこうかなと思います。はい。というわけで、皆さん、今回の動画は以上になります。ちょっとね、短いですけれど、はい。最後までご視聴ありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。どうも、ありがとうございました。